雪景色の中、田村さんはあのベージュのコートそして傘を手に、今ちょうど10時ですけれどもスタジオに着かれました。おはようございます。雪になってしまいましたね。ねえ、あのニューヨークの雪は何度か、綺麗だけど迷惑だね迷惑というのは夜ほら外があるでしょ。そうですよね。でちょっと寒さを、あの寒さが気になりますので、はい、体調の方は。撮影前、メイクに余念がない田村さん。10年余り田村さんのメイクを担当している佐藤光恵さんに、ニューヨークでの田村さんについて伺いました。今回 の、 そのニューヨークのロケは、ご機嫌はどんな感じに見えますか？基本的にニューヨークは大好きだと思うんですよ。で表情もすごく明るいし、すごくなんか調子いいなっていう、こっち来てから。田村さんが初めて挑戦した刑事役でもある古畑任三郎。毎回視聴率 25% 以上という大人気の今、田村さんの当たり役ともなった古畑任三郎とはどんな役柄なのでしょうか？すごくユーモアがあって、はい、お茶目で、子供みたいなとこがあって、その裏にものすごい冴えたところがあってね、そういう男じゃないかなと思うんだけども、ね、西村さんとのコンビはどうでしたか？素晴らしい。素晴らしい。彼は本当に素晴らしい。どういうところが？いやまあもともと力がある人なんでしょうね。僕は本当にこの仕事でお目にかかるまでは存じ上げなかったんだけども、はい、本当に底力がある人でしょうね、きっとね。西村さんのおでこを叩くところがよくありますよね、あれはなんかとっても楽しんでらっしゃるような、叩きたくなるおでこでしょうでもなんかすごく私は楽しんで叩いてるような、そういう感じを受けたんですけども、楽しい。ただ音が悪い時あるのよね。何回か叩いたり、すごくいい音する時とね、悪い音、つづみみたいな最初の印象とか、やってる間にこう、あ、田村さんってこういう方なんだっていう気がつかれたところとか。あの方がスタジオに入るとスタジオの空気がまず変わりますよね。どんな風に？張り詰めた空気になるんですよ、緩い空気が。あ、キュッと、キュッと、はい、田村さんも本当に西村さんの演技になんか面白がってというか、本当に笑ってて、おでこピンって叩いたりとか。いや、あれは本当で笑ってんのか、古畑任三郎で笑ってるのか僕もわからないんですよ。多分僕ね、役で笑ってるような気がするんですけどね。あ、そうですか私はなんか何回かこう会ったうちでね、なんか本当に田村さん笑ってるんじゃないかなと思ったことも。いや、僕役で笑ってるような気がするけどな。そうですか。そんな僕面白いことやってないもん。とにかくすごい人だよ、あの人は。この日、ニューヨークに来て初めてスタジオを飛び出してロケへ出発。ようやくスタジオを抜け出しました。ブロードウェイスタジオからマンハッタンを抜けまして、車で 4,50 分かかるんですけれども、こちらがニュージャージー州にありますベンディクスダイナー。今夜はここでの撮影ということになります。今ですね、夕方の6時、ちょうど6時なんですが、皆さんご飯を食べてます。中では田村さんも食べているんですけれども、初めてスタジオを飛び出しましたので、今夜は少し違った気分で撮影ができるかもしれません。長距離バスが途中で立ち寄るドライブインという設定で行われたこのロケ、現地のエキストラも多いだけに撮影は結構大変。
そんな中、西村さんだけは相変わらずお茶目。ここではその一つとして感じてるのはいいと思う。ゲストの鈴木保奈美さんにとって田村さんとはどんな存在なのでしょうか。田村さんとの共演っていうのはどうなんでしょう、はい。緊張しますよ。私初めてではないんですけれども、前に何度か、ご一緒させていただいたことがあって、どうなんでしょう、私たちそのテレビの田村さんなのか、その実物の田村さんなのかよく分かんない、境目がどこにあるんだろう。テレビのまんまです。実物のだと私はそういうふうに印象を持ってます。多分、ね、もっと全然私なんか知らない、またもっと深いところの田村さんもいらっしゃると思いますけど、私もあ、テレビと一緒だと思ってます。最初にスタジオで古畑さんと今泉さんと3人揃うシーンをやった時に、あ、テレビの古畑さんと今泉さんだと思って、なんだか観客になってしまいました。レディーアクション。くれるわ。じゃあ大きい方。Oh, the big fish for me. Oh, you're so sweet. おラブリーなやつだぜ。この日の撮影は夜12時近くまで続きました。皆さんお疲れ様。スタジオの最終日、この日は番組のオープニングを飾る田村さんの一人芝居。張り詰めた空気が漂います。地方一会という言葉があります。いい言葉です。地方一会という言葉、すみません、やっぱワイプできないみたいで、最初の位置だけいいじゃん。よーい、一期一会という言葉があります。いい言葉です。旅の楽しさは人との出会いです。しかし出会ったことを後悔する人間もたまにはいます。バスや列車の飛行機の中でたまたま隣に座った人物が、例えば黒い服を着て襟足の長い人物だったりしたら、その旅は最悪。特にあなたが犯罪者の場合は。はい、はい。スタジオの分は今日で終わりですけれども、どうもありがとう。いかがですか。何が？今スタジオが終わられて、もう終盤という感じですけど。そう。今日も大丈夫？どうぞいらっしゃって。スタジオの部分のロケは順調で。お疲れになりましたか、少し。そうね、嫌いな飛行機に乗ってきた分に割にはちょっと滞在が短すぎるんだ。もっとじゃあ長期でやる方が、1ヶ月ぐらい少なくともね。だから仕事で来るもんじゃない、仕事でっていうかこういう短い仕事ではね、はい。この日の夜、ニュージャージーのドライブインで再びロケ。気温マイナス12度、寒さが足元から忍び寄ってきます。田村さんたちは準備ができるまでドライブインの中で待機。冬のニューヨーク、どんな印象なんでしょうか。下で終わりだね。嬉しいわ。嬉しいわ。本当嬉しいわ。でも最後、締めがニューヨークだったんですけど。僕は湯河原がいいって言ったんですけど、ね、やっぱり寒いニューヨークはもう、まあ、クリスマスぐらいだったらね、綺麗でいいけども、ね、街も活気ないもんね。何のやつね、一番悪いじゃん。今日あたり湯河原活気あると思うよ。いや、そうと見えないけど。1週間のロケも今日でおしまいとあって、スタッフ、出演者ともリラックスムード。あ、おはようございます。寒いですね。田村さんもリムジンで到着しました。この日はセリフがないので、
っかりくつろいだ様子。それにしても何をやっても絵になりますよね。素晴らしい景色ですよね。でもやっぱ思わずカメラっていう。やっぱりこう向こうバックの方が田村さん。仕事は昨日で終わったからね。ええ、あ、今日はもう仕事って気持ちじゃなくなっちゃってますね。観光にしてるから。じゃあ観光にはもう最高ですね。ここお天気もいいし、ちょっと寒いですけど、風もなければいいんだけど。そうですね、はい、はい、あ、でも本当なんか感動しちゃいます私、なんかこういうの。いや、ドライよ。ええ、ちょっといいと思う。ねえ、もうこういう景色は何度かもう見てらっしゃる。何度か、はい。今日皆さん、今日お帰り、どこまでもかっこいい田村さんに対し、西村さんはどこまでもお茶目。自分で自分の顔を撮ろうと悪戦苦闘。誰かに撮ってもらえばいいのに。今行けました。いや、ちょっと分かんないですけどね。楽しみです、これは。これは一番楽しみ。違う違う、後が出てきて。なんで一時の前で止まるんだろう。待って、いいよ。だからそれ全然。この前の角で何か降りる。いよいよラストシーン。大勢のエキストラを使っての撮影ですが、一体古畑任三郎、どのような方法で完全犯罪を暴いたのでしょうか。それは今夜のドラマをお楽しみに。どうもありがとうございました。とりあえず全部ドライバーでお疲れ様でした。それでは恒例によって花束の贈呈をしたいと思います、はい、今回は最後ですので、古畑任三郎、田村さんに監督から花束を贈呈します。どうもありがとうございました。古畑任三郎ニューヨークロケ、これにて一件落着。今終えられていかがですか。まず嬉しい。嬉しい。残念です。残念という視聴者の方が多いかと思うんですけれども、田村さんご自身は嬉しいというのはどういうことですか。よく聞かれるんだけどもね、すごく他のドラマと違って、なんていうのかな、 しなきゃなんないことが多いのね。でもそれだけに逆にこうなんか愛着が出たとか。うん、そうですね、愛着ありますね。ねえ、こんな仕事初めてだから、こういう役は、この謎解きの役という、こういう役って初めてだからね、はあ、なんか思い出に残ってるシーンとか、あのどの絵画っていうのありますか。思い出のシーンたくさんあるな、パート1からあれやったらちょっと思いつかないけども、ただ楽しかったのは、本当にいろんな人にお目にかかれたでしょ。木村くん、から藤十郎さん、なんかそういうね、いろんな人とお目にかかれて一緒にお仕事できたっていうのがね、すごく良かったなと思ってね。ファンとしてはもっといろんな方がこう田村さんと共演していただいて、この古畑が続いてほしいなっていうふうに思ってると思うんですよ。どうかしらね。今日で本当にお別れなの？気になるその最終回は今夜9時。あなたも素敵な恋をしてみませんか。新春ドラマスペシャル、ローマの休日。